の都ウィークリーニュース。こんにちは。日に日に秋が深まり、街のショーウィンドウには冬物のコートが並ぶようになりました。皆さん、衣替えはもうお済みですか？これからやってくる冬に備えて、そろそろ厚手のセーターや羽織物があるといいかもしれませんね。では今日最初の話題です。森外記念館では現在、流行を作る三越と外と題した特別展を開催しています。秋の特別展流行を作る三越と外では、三越がデパート創創期に打ち出した PR 誌の発行や流行研究会など広報活動と外がどのように関わっていたかを紹介しています。展覧会は3つの構成で成り立っています。1つ目は明治のお買い物です。明治38年から大正3年までの三越の風景をご覧いただきます。販売方法の改革や店舗の改築改装などが行われていき、景色がとても変化していくのが分かります。この時代は森家にとっては三越を利用していた時代です。外や外の家族が作品や日記に記した三越の記憶を紹介しています。2つ目のテーマは流行を作るです。森家の記憶にも見られるように、デパートはただお買い物をするだけの場所ではなく、行楽の場としてもにぎわっていきます。デパートは集客のために新しい企画を次々と打ち出します。展覧会では当時の包装紙や PR 紙、ポスター、舞台衣装などを紹介して、三越が打ち出した新企画や流行を追っていきます。 PR 紙は三越は先駆者ともいえます。明治32年に三越が発行した花衣は日本最初の PR 紙とも言われています。このような数々の流行の陰には、流行会という研究会の力がありました。そこで出たアイデアが新商品や企画になって、三越の流行を支えていたのです。外も明治43年から流行会に参加しました。また外は明治44年に創刊された PR 紙三越にも寄稿しています。このような形で外は三越の流行と関わっていたのです。三越の PR 紙にどのような外作品が掲載されたのでしょうか。それが最後のテーマ、三越と外になります。そもそも PR 紙は企業が自社製品の宣伝や自社の歴史や方針などを紹介するような雑誌です。そのような雑誌にどうして外が掲載されたのでしょうか。外が見ていた社会、見つめていた流行を、日本最初のデパートである三越の華やかで色鮮やかな風景とともに、ぜひご覧ください。いつもより外作品が身近に感じられるかもしれません。森外記念館特別展流行を作る三越と外は11月24日まで開催しています。同時開催として森外記念館で現代アートボリューム2、生命の連鎖イメージの連鎖と題した現代美術の展示をエントランスや図書館カフェなどで行っています。こちらもぜひご覧ください。では続いての話題です。10月5日アトミ学園女子大学ブロッサムホールで、平成26年度ふみの都ゆかりの文化人顕彰事業朗読コンテストが開かれました。最近では学校教育におきまして、音読するという基本的なトレーニングが、なおざりにされております。こういった社会状況を考えますと、朗読コンテストを行う意義は大変大きいものと思っております。おゆきは美濃吉との間に男女10人の子供を産んだ。どの子もアトミ学園女子大学と文京区の共催で開かれた朗読コンテストは今年で3回目を迎えました。今回は
全国の12歳から91歳までの幅広い年齢層の方々268名の応募があり、その中から青少年の部に4名、一般の部に11名の方々が選出され、今日の本選に臨みました。綺麗なのに、マサオさん、私に半分遅れたら、私本当にノギクが好き。村人たちは密かに噂をし、今回は佐藤春夫をはじめ文京ゆかりの5名の作家の作品が課題作となりました。違うようだ。手を離したら、夢中で枕木にしがみついた。前よりもぎゅっとかじりついた。お父様にはお会いくださったけれど、あなたまだ私の本当の空は見てくださらないのだわ。自分で選んだ作品を出場者の皆さんは5分の持ち時間の中で思いを込めた朗読で表現していました。最優秀賞青年の部、久保みちる様。青少年の部は大阪府の久保みちるさん、一般の部は東京都の小堀のぞみさんが最優秀賞を受賞しました。おめでとうございます。お父さんと姉さんと受賞式の後、最優秀賞に輝いた久保さんと小堀さんがもう一度朗読を披露しました。白い湯気が持ち上がるようにもくもくと立ち上がって、狭い4畳半の茶の間にあったかい和やかなものがパーッとみなぎった。よし子は手紙の半ばほどまで読んだとき、すでに恐ろしい予感のために真っ青になってしまった。そして無意識に立ち上がると、気味の悪い肘掛け椅子の置かれた書斎から逃げ出して2本立ての居間の方へ来ていた。いうふうに思います。ただ実は朗読コンテストは成沢区長の閉会の挨拶で終了しました。数多くいますので、これからもいろんな企画を熱海学園女子大学の皆さんたちと考えてですね、皆さんたちに喜んでいただけるような企画を打ち出していきたいなというふうに思っている次第です。本選では皆さん緊張の面持ちでしたが、いざ朗読が始まると作品の情景が浮かぶような臨場感あふれる朗読となり、会場は聞き入っていました。入賞者の皆さん、おめでとうございました。続いて区からのお知らせです。4月からの消費税率の引き上げに伴い、所得の低い方や中所得の子育て世帯への影響を緩和するための臨時的な措置である臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の申請を受け付けています。臨時福祉給付金の支給対象者は、平成26年1月1日において文京区に住民登録があり、平成26年度の住民税が課税されていない方で、支給額は1人につき1万円です。なお、住民税を課税されている親族に扶養されている方や、生活保護を受給されている方などは対象外となります。子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者は、平成26年1月分の児童手当を受給されていて、平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の中所得の方で、支給額は対象児童1人につき1万円です。なお、臨時福祉給付金の対象となる児童や生活保護を受給されている児童は対象外となります。現在、給付金の申請を受け付けています。支給対象の可能性がある方には申請書を郵送していますので、申請書にご記入の上、同封の返信用封筒でご提出ください。また支給対象と思われる方で申請書がお手元に届いていない場合は、専用コールセンターまでお問い合わせください。臨時福祉給付金のお問い合わせは電話 5803-1662、 子育て世帯臨時特例給付金のお問い合わせは電話 5803-1774 までどうぞ。どちらも平日の午前9時から午後5時まで受け付けています。お気軽にご利用ください。海の都ウィークリーニュース、それではまた。